今朝、台北区の路上で女子中学生2人が刃物で刺される事件があり、警察は43歳の男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕しました。警察の調べに対し、男は殺そうと思って刺しましたと容疑を認めているということです。警察によりますと、午前8時ごろ、台北区青山の路上で登校中の女子中学生2人が男に包丁で背中を刺されました。その家に助けを求めたと思うんですが、いらっしゃらなかったもんですから、そこを開けて、なんかそこの玄関のところに倒れてたんで、倒れていました。だから血のついたタオルがありましたから。2人は仙台市内の病院に搬送されました。1人は背中などを刺され重傷、もう1人は軽傷だということです。いずれも意識があり、命に別状はないということです。こちら、女子中学生が刺されたとみられる現場付近です。近所の人の話によりますと、男は近くのアパートの前で警察官に取り押さえられ、警察官が大きな声で暴れるななどと声をかけていたということです。男はそのまま逃走しましたが、およそ15分後、警察が現場近くの自宅アパートにいたところを確保し、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。ドアがなかなか開かなかったんですよ、警察来て。5分ぐらい経ってからようやくドア開いて、そこから男の人を警察の人に連れてこられて、でパトカーに乗って、いろいろのちょっと、なんか青い顔してね。騒がしい声とか、そういったものは聞いてないですか？全然騒ぎもしないで、素直にパトカーに乗りましたね。逮捕されたのは、台北区大戸屋町の無職、尾張博之容疑者で、女子中学生1人の背中を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。警察の調べに対して、尾張容疑者は、背中を刺したことは間違いありません。殺そうと思って刺しましたと、容疑を認めているということです。2人の女子中学生と尾張容疑者との間に面識はないとみられ、警察が動機などを詳しく調べています。